めちゃくちゃ久しぶりで、久しぶりすぎて、一番近場の爬虫類専門店に行って、おまちゃんはなんて言うんだろう、なんか、かっこいい、かっこかわいいみたいな、あげてるというか、育たせ、さっきからうるさかった記憶はあるんですけど、結局タクちゃんとフィグちゃんが、結構、おじいちゃんか。あ、おばあちゃんか。あ、ごめん。なんか、高音が好きみたいで、全面に羽ひひしいてるんですけど、二次色素細胞だっけな。30センチキューブの爬虫類用水槽で、前開きの観音開きが、そこにシリコンで、土なんですけど、ヒューガー土じゃねえや。キリューズナっていう、土かな。なんだっけな。キリューズナですね。この100均のプリザーブド固形ですね。この床材はね、ごまちゃんのうんことか、ごまちゃんじゃん。ゆきちゃんのうんことか、ということで、使える軽石と、まあ、横に傾けたら悪いってなったので、横向きにして、ここは、目をつぶっていただけたら、これだけのね、植物買って、1362円って。では、まず、最初にこのボールに地底ネットを引いていきますね。これ、中が濡れるので、一回壁が、絶大の様子をお届けします。足を固定できる程度の力しか入っていませんので、ご安心してください。ご安心ください。このプラグは、通常自力で排泄される一番合ってる年数が長い。フル株ですね。あ、やべ、これコルク板ですね。コルク樹脂。あとこの2つの岩ちゃん。生物に影響のないレイアウト用のレイアウト用の瞬間接着。いやー、上の蓋も汚いです。視聴者さんによろしくお願いします。今後とも使い方合ってるかわかんない。この葉があると同時にお迎えしたので飼育1年目ですね。イスラエルゴールデンスコーピオン噛んじゃったけど、グレーみたいな、グレーブルーっていうのかわかんないけど、ちょうどよく100均のあの100均だけど200円でこれはなんか新鮮やけど、今日持ってきたよ。ほうれん草って生で食べんのかな。茎の方が食物繊維。イスラエルゴールデンスコーピオンのピシピシとひびが入ったような、めっちゃ綺麗。水晶じゃねえや、朱色で綺麗ですね。はい、どうもこんにちは、セミの鳴き顔。あと星ごけかな。倉庫を整理してた時に噛みすぎ、ブレクナムロマリギムロマリアギバムレペンテスラレベッカ、ホームセンで毎回買うんですけど。